もはや車内でも USB のジャックが必須となりつつあります。まだないという人はこんな増設ソケットなどはどうでしょう。一般的な増設ソケット同様に 12V ソケット2口用意されているほか、 USB 端子が2口用意されています。本体スイッチで接続機器の充電環境に変更できます。通常はこの A モードで、それ以外の時は S モードで使用できます。スマホやタブレットだけでなく、デジカメやゲーム機など様々な機器にフィット。これ1台で多くの機器に対応してくれます。